かりながら敬いて申す。松江の町は北は日本海、南は中国山地。その間に宍道湖、大橋川、中海と美しい山々と豊かな水に囲まれた水の都と称される。今から400年前、堀尾義治公によって城下町松江の町づくりが始まった。以来、風光明媚な自然や城下町の面影を色濃く残す落ち着いた町並みが現在まで守られてきた。ここ松江に育まれた伝統文化は脈々と受け継がれ、穏やかで心優しい人々が住み、綺麗な美しい町、世界に誇れる国際文化観光都市として発展してきた。今日の松江、礎の町づくりをたたえる松江開埠400年祭も今年が千秋楽を迎えるが、松江の地に暮らす私たちは開埠450年、500年という未来永劫の子孫のために、全国に誇れる松江の歴史、伝統、自然を生かした町づくりと、それを担う人づくりを今後に引き継いでいくことを誓う。またこの度の東日本大震災という未曾有の大災害による被災地の早期の復興に祈りを込めるとともに、この祭儀をこれからの町づくりの戒めとしたい。この度の行列は堀尾義治公一行を先頭に、京極忠敬、松平直政公をお迎えし、初秋の松江の町を共に歩む。馬に騎乗した者、美しい姫君、可愛らしい子供たちも凛として隊列に加わり、観衆の心を虜にする。太鼓の音に合わせ、ほら貝、虎などの音色を高らかに、武者や大名たちが松江を賑やかに彩る。ここに白方の宮を入れ、輝き渡る宍道が海を望みつつ、亀田山の城を目指さん、皆ともどもに喜びて愛わし持って、いざ進まん、いざ進まん。義治公、これより指揮を取られませ。
温かく見守っていただく中、折を京極松平の者、皆無事に松江城まで帰ってまいりましたこと、深く深く御礼申し上げます。本来松江武者行列は堀尾吉春公から始まる松江開府400年を祝うものでありましたが、この秋の行列では東日本大震災をはじめとする全ての被災地へ向けて、亡くなられた方々への鎮魂と被災された方々への励ましをこの松江から発信し伝えたいとの思いから、皆が守り袋を身につけ先人への感謝とともに、亡くなられた方々の御霊が静まりますように、天と地が静まりますように、復興がなされますようにと感謝と祈りを持って、皆が心を一にして道中を進んでまいりました。それは先人の苦労と偉大さに思いを馳せ、先人との絆を確かめ、そしてこの日の下で喜びと悲しみを分かち合いながら共に生き、死んでいく者同士の固い絆を思うことでもありました。最後に亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、開府400年を迎える郷土松江のますますの発展、そしてこの日の下をはじめ世界が万年も平和でありますことを皆様方とともに記念いたしたいと思います。